か、このお餅、すごいね。こんなにぶくっつて膨らんでるよ。本当だね。これは予想して大丈夫かも。でも、いつまで焼いてればいいの？そろそろ焦げ目もついてきたから、いい食べ頃だと思うけど。そうだね。これ以上膨らむ気配もないし、海苔とかきな粉とかもしてあるから、好みのトッピングして食べていいよ。やったー。それじゃ、いただきまいちっす。それにしても、イオンがまさか、あんなにだったとはね。何のこと？コニオンが眠いでるお餅のことよ。それ、すっごく膨らんでたでしょ。うん、あんなに膨らむお餅、初めて見たよ。実は、お餅にある作用があってね。焼いてる人間のある感情に反応して、膨らむ大きさ変わるようになってるの。もう、またそういうこと言って、セクハラだよ。っていうか、ある感情に反応して、って言ったのにどうして胸になるんだか。第一、イオンの胸はもっと大きい。だいたいさっきの膨らみの2倍ちょっとくらい。冷静に答えなくていいから。それで、ある感情っていうのは、どんな感情なの？焼き餅ってやつだね。餅だけに。名付けて、乙女の焼き餅っていうの、どう？面白いでしょ。餅だけに、のところは、笑うべきだった。さらっと流してもらった方がいいかも。まあとにかく、このお餅は焼いてる人間がどれくらい焼き餅焼きなのかに反応して、膨らんでそれを教えてくれるお餅なんだ。ってことは、私って、結構焼き餅焼きってことなのかな？思ってたより焼き餅焼きだったみたいだけど、キャッスに比べたらまだまだね。あの子はすごいよ。焼き餅の使者とか、焼き餅の具現化と言っても過言じゃないわ。キャスちゃんがこの場にいたら、確実に大激怒だよ。まあ、女の子なんだからある程度は焼き餅焼きな方が、男たちから可愛く思われるんじゃない。そういうものなのかな？姉ちゃん。あはは、まあ人それぞれだし、それはしょうがないって。でも、イオンは可愛いから焼き餅焼きだとしても大丈夫だよ。安心していいって。焼け食いしたい気分だよ。